これはどういう特徴なんですかって一つ一つ説明していただいて、それもすごく、ハードルが一つ一つこうなくなってくるんですかね、まあ、きちんとね、あの説明するツールも全部揃えてますからね、お客様に分かりやすいような形で、はい、あと私は初期の段階でそれなかったですけども、耐震の心配もされる方がいらっしゃると思うんで、そうですね、もともとその震災ある前から耐震はこうだっていうことから説明を受けたので、やってますからね、最初に私は心配はなかったんですけども、今いろいろ耐震震度耐震のなんかチェックだとか、いろいろありますよね、難しいこと言ってもわかんないんで、お客さんの 目で見てパッとボタン一つで何か目で見てこう、目で訴求できるものがあったら、また一つ、そうですね、